トムヒルでは、ノルウェー、アーケシュフースケンバールム出身のスキージャンプ選手。兄のテリエヒルでもスキージャンプ選手。7歳の時ジャンプを始める。2004年夏のノルウェー選手権で17歳ながら、ノーマルヒルで優勝し注目された。2004から2005シーズンは主にノージスカップで、活躍、ノルウェージュニア選手権では、ラージヒルに、 ノーマルヒル4位となり、ノルディックスキージュニア世界選手権では団体6位となった。2005から2006シーズンは主にスキージャンプコンチネンタルカップを転戦し、総合23位となった。シーズン後半の3月10日にリレハンウェルでスキージャンプワールドカップにデビュー19位となった。翌2006から2007シーズンはヘッドコーチのミカコ4個スキに認められて、 ナショナル A チーム入りし、札幌での世界選手権で団体銀メダルを獲得。ワールドカップ総合20位となった。2007から2008シーズンはさらに飛躍した。開幕戦のクーサモで自身初の表彰台を皮切りに一桁順位を続け、1月12日のバルディフィエン目で初優勝、翌日も連勝した。スキーフライング世界選手権の団体で銅メダルを獲得。 ノルディックトーナメント総合2位となるなど活躍し、シーズン総合4位となった。ノルウェー選手権でも、ノーマルヒルキン、ラージヒルギンメダルを獲得した。2008から2009シーズンは一転して調子を落とし、表彰台に上ることもなく、総合24位に終わった。2009から2010シーズンも、あまり成績は上がらず、オリンピックまでのワールドカップで10位以内に入ったのは2度だけだった。 2010年バンクーバーオリンピックノーマルヒル12位、ラージヒル11位、団体では、アンデシュバーダル、ヨハンデメミエベンセン、アンデシュヤコブセンと共に、銅メダルを獲得した。しかしオリンピック後も調子は上がらず、このシーズンのワールドカップ総合は26位、スキーフライング世界選手権も29位に終わった。2010から2011シーズンは調子を取り戻し、2011年1月6日の、 ビショフスホーフェンで3シーズンぶりの勝利を挙げて、ジャンプ週間総合3位に食い込むなど、好成績を残している。2011から2012年シーズンは12月30日のオーベルストドルフで着地時の転倒により、脊椎を骨折、脊椎に異常はなかったもののシーズン絶望の可能性が報じられた。しかし驚異的な回復力で2012年1月6日には、 トレーニングを再開している。ありがとうございます。